4キロの渋滞です。続いて県道座間大和線、横浜中心部へ向かう車、総武台団地入り口で2キロの渋滞。町田街道、横浜方面へ向かう車、相原で1キロ。町田市辻で1キロの渋滞。行幸道路、町田方面へ向かう車、総武台団地入り口で1キロの渋滞です。おしまいに、相模原、相川線。横山方面へ向かう車、上田名で1キロの渋滞となっています。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線、大きな遅れの情報は入っていません。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。以上、交通情報でした。次の交通情報は6時ごろお伝えします。さあ、ここで一曲お送りしましょう。3月17日に発売になったシングル、新曲です。プラスで声。
送りした曲は3月まで放送していたドラマ新選組ピースメーカーの主題歌でした。プラスで声お送りしました。さあ今日のメッセージテーマは直せない私の癖ということでね、分かっているんだけどやめられないみたいな感じのね、直せない癖を送ってもらっています。さあここでメッセージご紹介しましょう。お団子ママさんからいただきました。ありがとうございます。自転車に乗りたい気分ですということで、今日もね可愛らしいこのイラストどうやって描いてらっしゃるんですかね。毎回ね素敵なあのファックスでイラストとともにね送ってくださるんですけれども、今日もね自転車に乗っている乗りたい気分がね現れていますよね。こんにちは、4時からで嬉しいです。公開生放送ウエスト様の毒舌によく耐えられましたね、なんちゃっ って盛り上がっていましたね。ラジオ聞かせていただいていましたというねメッセージなんですけれどもありがとうございます。そうですね、4月からトワイライトハミング、月曜日から木曜日までのトワイライトハミングは放送時間がね1時間遅くなって5時から7時までの、2時間の生放送になってるんですけれども、私のねこの金曜日だけは今までと同じように4時から7時までの3時間生放送で今までと同じで、放送していきますので、これからもよろしくお願いします。さあそして桜祭りのね放送も聞いていてくださったということで、もう大変でしょこの日産の暴走をどうこう修正してどう止めていくのかが私の任務だったんですけれども、隠されたね任務だったんですけれども、どうだったのかなって未だにちょっとちゃんとできたかなっていうのがわからないんですけれども、ね、でも楽しく公開生放送もね放送させていただきました。本当にねたくさんのリスナーさんが公開放送のブースの方まで遊びに来てくださってね、ありがとうございました。お団子ママさんもねラジオ聞いてくださっていたということでありがとうございますというね、普通のお便りメッセージいただきました。ありがとうございました。さあそして、直せない癖いただいているのはジュネスさん、ありがとうございます。ハードディスクレコーダーに毎朝新聞のテレビ欄を見て興味がある番組を録画予約します。ハードディスクレコーダーが満杯になってしまって結局見ないで消してしまうことが多いです。うん、なんかわかる気がしますね。私も結構気になる番組とかを予約して行くんですけれども、私の場合ドラマですね。ちょっとこう最初の初回1回目とかは割と撮っておいて後で時間のある時に見ようって思いながらも、だんだん見ないまんまで1週間たち2週間たち、結局3話分ぐらい溜まっちゃうんだけれども、もういいかなみたいな感じで結局見なかったりすることありますよね。さあそれから行きつけのスーパーや本屋レンタルビデオ店などの駐車場に駐車する場所が決まっています。入り口から遠いけど空いていて止めやすくて出やすい場所に駐車していますということでね、車の駐車する場所もだいたい決まってる、こういう方も多いんじゃないですか。私も割と私は運転がまだまだ初心者なので、特に駐車がねまだまだ苦手なので、だいたいいつも決まったところですね私もそこが止めやすい場所っていうのがなんかあるので、私も同じ感じですね。メッセージありがとうございました。さあまだまだ皆様からのメッセージお待ちしています。どうしようかな、今日はこのままメッセージ紹介で最後までね行っちゃおうかな。59分までね、もうちょっとありました。じゃあもうちょっとご紹介していきたいと思います。もやき娘さんからもいただいています。ありがとうございます。僕の直せない癖は、散財です。半年間やめていたパチスロを打って2,500円買ったんですが、そのお金をゲームセンターで使ってしまいました。なかなか銀行口座の残高が増えませんねえ、これハマってしまう人はやっぱりやめられないですかね。そういう話よく聞きますからね。パチスロを打って2500円、
どうなんですか、パチスローで2500円勝つっていうのは結構大変なことなんですかね。私はあまりこうパチンコパチスローっていうのをやった経験が1回2回ぐらい、ちょっと遊びでね、一緒に連れてってもらってやったことがあるんですけれどもね、どうなんでしょうかね。でもやっぱりもやき娘さん、ほどほどが大事ですからね、後悔しないようにね、ほどほどにぜひ楽しんでください、ね、そしたらいつの間にか銀行口座の残高もね増えていたりするかもしれませんからね。はい、ということでまだまだ皆さんからのメッセージお待ちしています。今日はね、直せない私の癖、ね、ぜひ番組の方まで教えてください。メールの方は 839@fmsagami.co.jp 839@fmsagami.co.jp です。そしてファックスの方は042-776-0839 042-776-0839 です。考えてみたらきっと一つや二つあるのではないでしょうか。ぜひあなたからのメッセージお待ちしています。時刻は夕方6時を回りました。皆さんこんにちは、古谷香織です。夕方4時からお送りしてきました FM 相模、夕方4時からお送りしています FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミング、この後夜7時まで生放送でお送りします。さあこの時間外はまだ明るいですね、今まではこんばんはと言っていた時間帯なんですけれども、もうそろそろこんにちはでもねいいかもしれません。そして FM 相模の A スタジオから見える外の景色なんですけれども、今ねとっても綺麗な夕焼けが、綺麗に見えています。オレンジ色にちょっとね白を足したような雲がね多いのでね、なんか柔らかい夕焼け空をしております。さあそれではここでこの時間の交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに津久井街道、相模湖方面へ向かう車、谷ヶ原浄水場前で1キロの渋滞。国道16号線、横浜方面へ向かう車、橋本駅南口入り口で1キロ、京和で2キロ、東名入り口で2キロ。八王子方面は同じく東名入り口で断続的に3キロの渋滞です。国道246号線、渋谷方面へ向かう車、座間市西原で1キロ、伊勢原方面は厚木市市立病院前で1キロの渋滞です。八王子街道、相模原方面へ向かう車、上川井で1キロの渋滞。国道129号線、厚木方面へ向かう車、橋本御佐路の手前で1キロ、関口では2キロの渋滞です。県道座間大和線、総武台団地入り口では横浜中心部へ向かう車が2キロ、相模原方面へ向かう車が1キロの渋滞。町田街道、横浜方面へ向かう車、町田市役所前で1キロの渋滞です。北里通り、昭和橋方面へ向かう車、浅溝台入り口で1キロの渋滞。県道相模原相川線、上溝バイパスでは両方向とも1キロずつの渋滞です。おしまいに県道相模原大倉町線、上溝方面へ向かう車、星ヶ丘で1キロの渋滞となっています。続いて電車の情報です。この時間相模原とその周辺の鉄道各線、大きな遅れの情報は入っていません。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。
以上、交通情報でした。続いて天気予報です。相模原の今夜は曇りでしょう。今夜の1ミリ以上の雨の降る確率は 10% となっています。続いて相模原の明日は曇りで、昼前から時々晴れでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は午前中が 20%、 お昼から夜は 10% となっています。明日朝の予想最低気温は10度、明日日中の最高気温は17度の予想です。明日の最高気温17度の予想ということで、暖かくなりそうです。以上、天気予報でした。次の交通情報は6時15分ごろお伝えします。さあ、ここから、2曲続けて私の曲をお送りします。まずは古谷香織で、あの頃の未来に風を連れて。
古谷香織であの頃の未来に風を連れてでした。代わってお送りする曲は同じく私古谷香織で夜間飛行。騒ぎ出す
送りした曲は私古谷香織で夜間飛行でした。時刻は6時15分、まもなく30秒になろうとしています。ここで FM 相模839交通情報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに津久井街道、相模湖方面へ向かう車、谷ヶ原浄水場前で1キロの渋滞。国道16号線、横浜方面へ向かう車、足元駅南口入り口で1キロ、京和で2キロ、東名入り口で2キロ。八王子方面は東名入り口で断続的に3キロ、中和田で1キロの渋滞です。国道246号線、渋谷方面へ向かう車、座間市西原で1キロ、伊勢原方面は厚木市市立病院前で1キロの渋滞です。続いて八王子街道、相模原方面へ向かう車、上川井で1キロの渋滞。国道129号線、厚木方面へ向かう車、橋本御佐路の手前で1キロの渋滞です。県道座間大和線、総武台団地入り口では横浜中心部へ向かう車が2キロ、相模原方面へ向かう車が1キロの渋滞です。おしまいに芝溝街道、相模原方面へ向かう車、根岸で1キロの渋滞となっています。続いて電車の情報です。この時間、相模原とその周辺の鉄道各線、大きな遅れの情報は入っていません。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。以上、交通情報でした。次の交通情報は6時30分ごろお伝えします。 CM の後は政令指定都市移行記念ふるさと小学校の校歌お送りします。政令指定都市移行記念ふるさと小学校の校歌。暮らしの見晴らしを、ビジネスの見晴らしを、もっともっと良くするために、平成22年4月1日政令指定都市相模原が誕生しました。より住みやすく大きな街に発展していくことが私たち市民の願いです。 FM 相模では1年かけて市内にある小学校の校歌を集めてきました。それぞれの児童たちが歌っています。毎日1校ずつご紹介しています。ラジオ聴きの皆さんに FM 相模からのプレゼントです。僕たち私たちもこれから大きくなるよ、そんな子どもたちの思いを込めてお届けします。今日は湘南小学校の校歌をご紹介します。緑区小倉にある湘南小学校は相模川の河畔に位置しています。校舎からは小倉橋、新小倉橋が見えます。明治39年、当時の湘南村に開校した小学校ですが、開校当初はたびたび相模川の増水の被害を受けています。昨年度の全校児童数は47人でした。相模川に自生し、絶滅危惧種に指定されている河原野菊の学習や、
保護活動にも取り組むとともに、学校前の県道は通勤だけでなく資材などを運搬するトラックやダンプカーで交通量も多いことから、交通安全運動を呼びかけるスローダウンキャンペーンも実施しており、今年で28回目を迎えました。さあ、そんなね、様々な活動もしている今日は湘南小学校の校歌をお送りします。さあ、元気いっぱいの子どもたちが歌った校歌お送りしました。こうやってね、聞いているとやっぱり自分の小学校の校歌とか思い出しますよね。さあ、今日は湘南小学校の校歌をお送りしました。いかがでしたでしょうか。政令指定都市移行記念ふるさと小学校の校歌、来週の月曜日は根小屋小学校の校歌をお送りします。どうぞこちらもお楽しみに。以上、政令指定都市移行記念ふるさと小学校の校歌でした。さあ、1曲お送りしましょう。ミュージックボックス4週目パーソナリティー、タミヤ俊彦でマイホームタウン。
送りした曲はミュージックボックス4週目のパーソナリティ、タミヤ俊彦でマイホームタウンでした。 CM の後は交通情報と天気予報をお伝えします。時刻は6時30分30秒を回りました。ここで FM 相模839交通情報と天気予報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに津久井街道相模湖方面へ向かう車、谷ヶ原浄水場前で1キロの渋滞。国道16号線横浜方面へ向かう車、京和で2キロ、東名入り口で2キロ、八王子方面は東名入り口で断続的に2キロ、中和田で1キロの渋滞です。国道246号線渋谷方面へ向かう車、厚木市私立病院前で1キロ、座間市西原で1キロ、伊勢原方面は厚木市私立病院前で1キロの渋滞です。八王子街道相模原方面へ向かう車、上川井で1キロの渋滞。国道129号線厚木方面へ向かう車、山際で2キロの渋滞です。続いて座間大和線総武台団地入り口では横浜中心部へ向かう車が2キロ、相模原方面へ向かう車が1キロの渋滞です。町田街道横浜方面へ向かう車、町田市役所前で1キロの渋滞。芝溝街道相模原方面へ向かう車、根岸で1キロの渋滞です。村富線座間方面へ向かう車、相模台5丁目交差点で2キロの渋滞。県道相模原相川線横山方面へ向かう車、上溝バイパスで1キロの渋滞です。おしまいに県道相模原大倉町線町田方面へ向かう車、上溝で1キロの渋滞となっています。続いて電車の情報です。この時間相模原とその周辺の鉄道各線、大きな遅れの情報は入っていません。さあ外はすっかりと暗くなりました。ドライバーの皆さん、車のライトをしっかりとつけて、この後も安全運転をお続けください。以上交通情報でした。続いて天気予報です。相模原の今夜は曇りでしょう。今夜の1ミリ以上の雨の降る確率は 10% となっています。続いて相模原の明日は曇りで、昼前から時々晴れでしょう。明日の1ミリ以上の雨の降る確率は午前中が 20%、 お昼から夜は 10% となっています。明日朝の予想最低気温は10度、明日日中の最高気温は17度の予想です。以上天気予報でした。次にお届けするのが今日最後の交通情報になります。6時45分ごろお伝えします。 CM の後はこの時間のニュースをお伝えします。
ここでこの時間のニュースをお伝えします。ジャーナリストら25人が沖縄返還をめぐる日本とアメリカの密約文書を開示するよう求めた裁判で、東京地裁は今日、密約の存在を認定し、密約文書の開示を命じる原告側全面訴訟の判決を言い渡しました。岡田外務大臣はこの判決を受けて記者会見で、このまま受け入れることはないと思う、控訴の可能性を検討すると述べています。前原国土交通大臣は高速道路料金に上限を設定する新しい料金制度を6月から導入すると発表しました。新しい制度は軽自動車が1000円、普通車で2000円、中型車、大型車で5000円など、一定の距離以上は料金が上がらない上限制を採用します。一方、現在定額制の首都高速と阪神高速は走行距離に応じて500円から900円という距離別料金制に移行します。新制度の導入に伴い、休日の上限1000円など ETC 車限定で実施されてきた高速料金割引制度の多くが廃止されるため、現在の制度から恩恵を受けている運送業者などからの反発も予想されます。中国で麻薬を密輸しようとしたとして、中国で麻薬を密輸しようとしたとして死刑が確定していた日本人死刑囚3人に今朝刑が執行されました。刑が執行されたのは武田照夫死刑囚67歳、鵜飼弘典死刑囚48歳、それに森克夫死刑囚67歳の3人です。3人はそれぞれ覚醒剤を中国から日本に密輸しようとしたとして遼寧省の裁判所で3年前に死刑が確定していました。武田死刑囚と鵜飼死刑囚は東京八王子市のスーパーで15年前、女子高生ら3人が射殺された事件に関与した人物を知っている可能性があるとして警視庁の事情聴取を受けていました。中国で死刑を執行された日本人は今月6日の赤野光信死刑囚に続いて合わせて4人になりました。鳩山総理大臣と日銀の白川総裁が今日会談し、政府と日銀がデフレ克服の努力を続けることで一致しました。白川総裁は会談後、経済金融情勢について政府と日銀に認識の差はないと述べています。また菅財務大臣は今後、政府と日銀総裁がおよそ3ヶ月に1回の割合で協議を行っていくという見通しを示しました。おしまいに株と円の動きです。今日の東京株式市場の平均株価終わり値は昨日より36円ほど高い11,204円34銭でした。一方、東京外国為替市場の円相場は昨日より38銭円安ドル高の1ドル93円49銭から50銭で大方の取引を終えました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。さあ、今夜からついにミュージックボックス2週目パーソナリティとなったチャクラの曲をお送りしましょう。チャクラでブランニューミュージック。
さあ今夜10時からのミュージックボックス、新パーソナリティとしてね、今日初登場のチャクラでブランニューミュージックをお送りしました。時刻は6時45分を回りました。ここで今日最後の交通情報をお伝えします。まずは相模原とその周辺の道路状況です。はじめに国道16号線横浜方面へ向かう車、橋本駅南口入り口で1キロ、京和で2キロ、東名入り口で2キロ、八王子方面は東名入り口で断続的に3キロ、中和田で1キロの渋滞です。国道246号線座間市西原では両方向とも1キロずつの渋滞、八王子街道相模原方面へ向かう車、上河井で1キロの渋滞です。国道129号線厚木方面へ向かう車、橋本御佐路の手前で1キロ、山際で2キロの渋滞、
県道座間大和線相模原方面へ向かう車、総武台団地入り口で1キロの渋滞です。続いて村富線座間方面へ向かう車、相模台5丁目交差点で1キロの渋滞。県道相模原相川線横山方面へ向かう車、上溝バイパスで1キロの渋滞です。おしまいに県道相模原大倉町線上溝方面へ向かう車、上溝で1キロの渋滞となっています。続いて電車の情報です。この時間相模原とその周辺に相模原とその周辺の鉄道各線、大きな遅れの情報は入っていません。ドライバーの皆さん、この後も安全運転をお続けください。以上、今日最後の交通情報をお伝えしました。さあ、ここでメッセージご紹介しましょう。普通のお便り、普通おたと言ったらいいのかな、メッセージいただいています。なんちゃってママさん、ありがとうございます。こんばんはにはちょっと早いぐらい日が長くなりましたね。本当ですね。もう夏の一番ね、日が長い時期は7時、番組が終わってもまだ明るかったりしますからね。毎週ちょっとずつそうやって日が長くなっていくのを見ていくのがね、楽しみなんですけれども、そんななんちゃってママさん、桜祭りお疲れ様でした。初めて香織さんを拝見させていただきました。予想通りの綺麗な方で、あら、これからも3時間放送楽しみにしています、ということでありがとうございます。なんちゃってママさんもね、公開生放送のブースに来てくださっていたんですね。お時間があったらぜひね、お話とかもしてみたかったです。また何かあったらぜひ声かけてくださいね。これからもよろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、それから、もう一通いただいています。先ほどご紹介したね、メッセージご紹介したほえちゃん、またメッセージくださっています。先ほど初めてなのにメールを紹介して読んでくださってありがとうございます。とても嬉しかったです。前は他の番組にファックスをちょくちょく出していたのですが、メールは久しぶりに送りました。でも読まれると本当に嬉しいですね。かおりさんは番組にファックスやメール出したことはありますか、ということで、ほえちゃんありがとうございます。私もですね、メールファックス出したりしたことあります。やっぱりラジオ番組結構好きで聞いているのでね。最近では深夜、私もね時々出させていただいていますけれども、毎週火曜日の深夜12時から2時まで生放送している磯ゆうこちゃんがやっている磯ラジなんかにね、ネタを投稿したりとか、あとたまになんですけれども、同じ時間帯、毎週木曜日の、深夜12時から2時まで、昨日もねやっていましたけれども、辻本喜一さん、こちらもねミュージックボックスの、仲間なんですけれども、辻本さんの辻本フェスティバルにも時々ネタを投稿したりしています。でもね、辻本さんの方は結構下ネタとかがあって私のこう投稿しにくい部分もあったりしてね、本当にできる時だけこう投稿なんかしています。ぜひね、そちらの2つの番組も面白いので、ぜひ番組にねメッセージとか送ってみてください。きっと喜ばれると思います。さあ、ということで、まだまだ皆様からのメッセージね、ご紹介したいところなんですが、もう一つご紹介していいということなので、お送りしましょう。はい、ユーストリームを見てくださっている、ということで、じゃあね、こちらたくさんいただいてるんでありがとうございます。ゆうびさんからいただいています。今日もユーストリームからも見てますよ、ということで、さっき手を振っていただいてありがとうございます。見てくださってますか相模原市民桜祭りでの放送お疲れ様でした。私は会場へ行けなかったのですが、839はバッチリ聞いていました。でも香織さん、西さんにいじられていてとてもかわいそうでしたね。本当ですよね、大変でした。まあね、でも本当に楽しい時間でもあったので、放送を聞いてくださった皆さんありがとうございました。今回のお題、治らない癖、私は正直思いつきませんでした。ではなくて、自分の癖に気づいてないとも言えるのではないでしょうか。どうしよう、ということで、
癖ってなかなかね、人に言われて初めて気づくっていうものありますからね。ね、どうでしょう、周りの皆さんにちょっと聞いてみたら、ね、自分の意外な癖見つかるかもしれません。メッセージありがとうございました。そんなゆうびさん、リクエストをいただいていますので、こちらの曲お送りしたいと思います。ゆうびさんからのリクエスト、倉木麻衣でタイムアフタータイム、花舞う街で。お送りした曲はゆうびさんからいただいたリクエスト、倉木麻衣でタイムアフタータイム、花舞う街ででした。歌いの
夕方4時からお送りしてきました FM 相模 83.9MHz 古谷香織の金曜ハミング、そろそろお別れの時間です。さあ今日はねメッセージたくさん残ってしまっているので、じゃんじゃんとご紹介していきたいと思います。まず、飯島さんいただきました、ありがとうございます。私の癖、好きな人関連ならどんなものも集めると捨てられません。ライブを見に行った時のフライヤー、香織ちゃんはあまり作りませんが笑いすいません、カラー写真や手書きの絵とかファンにとっては貴重な資料です、ということで、そうですよね、頑張って私もまた作りたいと思います。メッセージありがとうございます。さあそれからお名前がないんですがありがとうございます。直せない癖、週末になると友人と一緒に都内へ飲みに行くことが多くて小田急線をよく使うので、僕は新宿から相模大の乗り換えで藤沢へ帰るはずだったのですが、先日最終電車に乗ってつい寝過ごしてしまい、なんと小田原まで行き過ぎてしまいまして、戻る電車がなくなってしまい、始発電車まで足止めになってしまいました。これが僕の直せない癖です。大変です ね、小田原までと、そしてだって藤沢方面に行きたかったんですもんね、全然逆ということでぜひ気をつけて直してください、ね。さあそしてカオリーニョさんありがとうございます。あって七癖、なくて七癖というが、自分ではよくわからないが大好物の食べ物は最後に食べる派で、残しているのと間違えられ、これいらないのと小さい、頃からよく横取りされていました。西さんのバースデーライブの時、スタッフさんが切り分けてくれたケーキ、いちごを後でと思いお皿の横に置いといたら先に食べ終わった隣の人に取られてしまったかわいそう。今日誕生日の彼が、その彼がかな、あさっての学芸大のライブに来てくれるので、シャレでいちごなしのバースデーケーキを買って行ってやろうと思っています反撃に出たという感じですかねがっかりですよね、でもね、取っておいたのにね。ウルキオラさん、香織さんのブログを眺めて見とれてしまう癖があります、でもこれは直さなくてもいいですよね、ということでありがとうございます。さあそして最後に雪中庵さん、直せない癖、整理整頓好きの香織さんの反対で片付けが苦手なことでしょうか。これは幼稚園の時の連絡帳にもお片付けが不得意と書かれていたように、 B 型の遺伝子に刷り込まれた先天的なものに違いありませんということでね、皆さん本当にいろいろな癖がありましたね。直さなくてもいいんじゃないのっていうような癖から、いやそれは直した方がいいんじゃないのというような癖までね、本当にたくさんの癖がありました。まあでもそれも一つの個性ですからね、無理して直すこともないのかもしれません。さあそれから本当にねメッセージたくさんありがとうございました。今夜10時からのミュージックボックスなんですけれども、まっぺちゃんに代わりまして、いよいよ今月からチャクラ2人の登場です、2週目がねチャクラのパーソナリティの回になって、私は来週3週目となっております。ぜひ今夜10時からのミュージックボックス、チャクラ初デビュー、かなり笑えますういういしいです。ぜひこちらの放送もお楽しみに。ここまでのお相手は古谷香織でした。素敵な週末をお過ごしください。はい、ということで金曜ハミング放送自体は終了しました。ということでここからはユーストリームをご覧の皆さん、こんばんは香織です。今日もユーストリームご覧いただきありがとうございますね。メッセージをくださった方たちの中にもユーストリーム見てるよという方結構いましてね、本当に嬉しい限りなんですが、さっきご紹介できなかったんですけれども、飯島さんから質問が来ております。見てくれていますかね。はい、香織ちゃん腕痛いんですか腕なんかやってましたさすったりとかなんかしてました。意識、自分の意識の中にはなかったんですけれども、痛くはないです。多分なんかこうずっと座りっぱなしでいるといろいろこう凝ってくるんですよね。結構こうだから動かしたくなるんですよね。特になんかこうニュースを読む前とか、ちょっとこう固くなってしまった首や腰や腕やなんかをほぐすために触っていたのかもしれません
ね、人から言われないと気がつかないもんですけれどもね。そして月曜日収録、公開収録行きますということでありがとうございます。そうなんです、ミュージックボックスのね公開収録が来週の月曜日ですね、12日の月曜日に町田ウエストボックスであります。今まで私は2週目を担当してたんですけれどもね、今月4月からは3週目を担当ということで、私の回とそして4週目の田宮俊彦さんの回が、収録があります。夕方6時オープンでだいたい6時半ぐらいからスタートしますね。場所は町田ウエストボックス、町田駅、小田急線の町田駅から徒歩5分ぐらいです。市民ホール方面に徒歩5分歩いていっていただいたところの日本レンタカーの向かい側にあります町田ウエストボックスで、なんとね、料金は取ってなくってワンドリンクオーダーでどなたでも入っていただけますので、ぜひまだ、公開収録、ミュージックボックスの公開収録来たことないよという方はぜひぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。そしてね、さっきも番組の放送中にも言いましたけれども、今夜10時からのミュージックボックス初登場、パーソナリティ初登場、チャクラのお二人です。北脇くんと、柴田さんお二人の、ユニットなんですけれども、ミュージックボックスのパーソナリティでは以前はね一人いてアシスタントがいてっていう時もあったんですけれども、パーソナリティが二人組っていうのがね初めてなんですよね。どうなるんでしょうか。そして二人は関西人、ね、奈良から2人とも来ている関西人ということで、結構またね今までのパーソナリティとは違う放送が楽しめるかと思います。そして今夜は、第1回目ということでね、結構、緊張してたのかどうなのか、そしてまだこう番組の流れとかがこうつかめていなかったのかどうなのか、なんかね初々しいんですよ。とにかく私たちもこう最初の頃はこんな感じだったかなというような初々しい、なんか今ならではのこう笑いとかがねありますので、ぜひ、ミュージックボックスこれまで聞いてくださっていた皆さん、引き続き今夜10時からのミュージックボックスもぜひ聞いてみてください。さあ、あとはどういうお話をしていきましょうか。なんか今は何人ぐらい見てくださっているなんていうのはありますか。7人、ありがとうございます。7人の方が。チャットなんかはどうなんですか。チャットはね、何ですか。あ、ライブの予定は今のところはございません。あ、なんで私こうトークバッグ押さなくていいんだ。ライブはね今のところちょっと決まってないんですが、また決まり次第。なるほど、今5月あたりでどうですかというお話が来ました。そうですね、5月の半ばぐらいでまたフェミニンができたらいいかなと。まあでも結構ですね、私最近ラジオセミナーというのに通い始めまして、ラジオ DJ セミナーという、まあもうねすでに番組持たせていただいているんですけれども、ちょっとまた基礎を、そういう基礎を勉強したことがなかったので、そういう勉強をしようかなということで、6月ぐらいまで毎週通ったりしているんですよね。まだ通い始めたばっかりなんですけれども、毎回こういろんな宿題が出るみたいで、課題とかがあるみたいで、早速また来週までになんかレポートを提出しなくちゃいけなかったりして、そんな課題に追われていたらどうだろう、そんな中でできるかどうかちょっと不安なんですけれども、まあでも5月そうですね、慣れて、そう5月がね結構、4月は講義が中心なんですけど、5月が実際に番組を作っていくみたいな感じで実技になるんですよ。なのでちょっとどれくらい自分がいっぱいいっぱいになるかわからないですけど、それによってですかね、ライブどころじゃないみたいな感じになってしまうかもしれませんが、でもそうですね、4月はないので、5月以降で考えています。また追ってブログなんかでね告知していきたいと思います。そう、チャットがね私が、そっち行けばね見れるんですけれども、ここでは見れないっていうのがね、ちょっとどんなお話がなんか突っ込まれたりとかしてるのかなとか、いろいろなんかそんな心配なんかもあるんですけれども、でも昨日ようやく私も家で
番組をユーストリームで見ることができまして、何を見ていたかというと辻元さんの辻フェスなんですけどようやくね見ることができまして、でチャットのね入り方がちょっとチャットにも入ってみようかなと思ったんですけど、なんかね入れなかったんですよね。後でゆっくり西さんに入り方を教えてもらって、はいはい、セミナーの生徒さんは15人ぐらいですかね。うん、もう同じようにコミュニティ FM で喋られている方から、もう大学生の方とかもいて、男性も女性もいて、やっぱり皆さんね喋る仕事をしていきたいなと思っている方がね中心になって、あでもライターさんとかがいましたね、珍しい方ではライターさんで、まあ、なんで講義をセミナーをね受けに来ようかと思ったかというと、インタビューをする機会が多くて、でやっぱりそのインタビューするのにはその話術をもっと磨きたいということで来てらっしゃる方もいました。はい、まだね2回しか行って、1回体験に行って、で1回、ちゃんとしたコースに通ったばっかりなので、まだまだこれからなんですけれども、はい、そんな感じでね新しいことも私も始めつつ、はい、頑張っていきたいかなと思っております。そんな感じで、そうですね、私もユーストリームでいろんな番組を見たりチャット参加したり、特にきっと深夜番組なんですけど、イソッチの番組とか辻元さんの番組あたりできっとチャットとかにも顔出すと思いますので、ぜひそちらの方もね一緒に楽しんでいただけたらなと思います。さあそんな感じで今日は少し長めに喋りましたかね。またはい、来週は、通常通り夕方4時から放送がありますので、ぜひまたユーストリームで、そして FM 相模のラジオでぜひね聞いてみてください。ということで西さんが電話をしてますけれども今日はここまでにしたいと思います。最後までありがとうございました。